こんにちは、ジルです。スターデューバレーには数百のアイテムがあります。醸造樽とか保存ジャーはみんな使ってると思いますが、中には意外と使われてないなーってアイテムもあります。ということで今回は影が薄いけど意外と使えるアイテムを紹介します。うまく使うと素材集めが楽になったり金策にも使えるので、ぜひ見ていってください。ではどうぞ。スターデューバレーには石とか木材とかいろんな資材がありますが、中でも一番手に入れにくくてかつ一番必要になるのが石炭です。延べ棒を作るのにも必要だし、蜂の巣箱とか保存ジャーを作る時にも大量に必要になります。でも石炭は1つ150ゴールド、2年目だと250ゴールドで結構高いですよね。でもあるアイテムを使うと簡単に入手できます。それが炭焼き窯です。炭焼き窯は中に木材を入れると石炭ができます。石炭を1つ作るのに必要な木材は10個もいるの?と思うかもしれませんが、1年目だと木材の値段は10ゴールドなので、100ゴールドで石炭が1つ作れます。木材を買わなくても切って種を植え続けてでしてたら木材は無限に手に入るので、木を増やしまくって石炭に変えるのもあり。炭焼き窯は建築材料バンドルを埋めてたら1つ持ってるはずなので、それを使ってみてください。2つ目はリサイクルマシンです。使えないと思ってる人もいるかもしれませんが、序盤は案外役に立ちます。使うとセイレンクリスタルや布が手に入ってそこそこのお金になるから。割れた CD やメガネを入れるとセイレンクリスタルに、流木は木材や石炭に、ゴミは石炭や鉄鉱石に、そして新聞紙は稀に布になります。石炭は集めるのが大変だし、セイレンクリスタルは高品質スプリンクラーを作るのに必要だし、布は高く売れます。序盤はとても助かる。釣りをしてると結構ゴミが集まると思うので、リサイクルをしてお金や資材に変えてみてください。3つ目はこれです。ウッドチッパーを使っている人ってあまりいないような気がしますが、これは実はめちゃくちゃ使えるアイテムです。ウッドチッパーは冬にロビンから手紙を受け取った後販売されるようになります。木材は建築にも必要だし、クラフト家具を作るのにも必要なので、あればあるほどいいんですが、このウッドチッパーに固い木を通すと木材がたくさん手に入ります。5個の固い木からだとだいたい40個くらい。材料になる固い木は序盤では入手方法があまりなくってなかなか手に入らないんですけど、意外と使い道は少なくって、使う場面は馬小屋を建てる時、ジンジャーアイランド行きの船を修理する時、熟成樽を作る時だけなので、途中からどんどん余っていきます。ジンジャー島に行けるようになればマホガニーの種が入手できるので、さらに固い木を増やせます。もう使い道がないよって場合はウッドチッパーに通して木材に変えちゃってください。ウッドチッパーの値段も1つ1000ゴールドと安いので、10個ぐらい買っておくのもあり。バージョン 1.5 のアップデートでジンジャーアイランドが追加されて、たくさんの家具が増えました。中でも分解器は延べ棒を入手するのに最適な家具です。この分解器はクラフトアイテムを壊して最も価値が高い素材を回収するアイテムです。例えば高品質スプリンクラーを分解すると金の延べ棒が1つ、イリジウムスプリンクラーを分解するとイリジウムの延べ棒が1つ手に入ります。でもスプリンクラーは普通に使うので、釣り具を分解しましょう。釣り具を分解すると延べ棒が手に入ります。金の延べ棒が欲しい場合はお宝キャッチャー、鉄の延べ棒が欲しい場合はスピナーがおすすめです。材料を全部鍛冶屋で揃えるよりも圧倒的に安く入手できます。ちなみに釣り具はインベントリを圧迫しちゃうので、そこだけが面倒なんですが、ポッパーをつけておくといちいちチェストから取り出さなくてもいいし、インベントリも圧迫しないので便利。皆さんは作業台使ってますか？作業台はロビンのお店で2000ゴールドで売っているアイテムです。使い方はこんな感じで、チェストにくっつけて使います。
こうするとインベントリにアイテムがなくてもつながったチェストの中にあるアイテムを勝手に材料にしてクラフトをすることができます。アイテムをいちいち探さなくてもいいし、チェストから出し入れする作業もなくなるのでめっちゃ楽。パーフェクション達成には全部の家具をクラフトしないといけないんですけど、作業台が一つあれば材料をチェストの中に入れておくだけで全部まとめて作れます。モンスターのスライムを倒しているとスライムが手に入ります。チェストの中にたくさん眠ってる方も多いんじゃないでしょうか。この余ったスライムはスライムエッグプレスを使ってお金に変えましょう。このクラフト家具はあまり使ってる人がいないイメージなんですが、意外と金策に使えます。この機械にスライムを入れるとスライムの卵ができて、卵は最大5000ゴールドで売れるので結構お金になります。戦闘レベルが8になってスライムフランキが作れるようになってたら、卵を孵化させてスライムを増やすのもあり。スライムをたくさん飼っているとスライムボールがたくさんできて、より多くのスライムの卵が作れるようになります。こんな感じでスプリンクラーを置いて水を入れて育てるといいかも。次は武器。この動画を見てくれている人はモンスターを倒すときにギャラクシーソードやマグマ刀を使っているような気がしますが、ドロップしたいらない武器はどうしてますか？いらないなーと思ってゴミ箱に捨ててる人もいるかもしれませんが、売ればそこそこのお金になります。あとは武器は今使ってる武器の見た目を変更したい時にも使えます。こんな感じで鍛造をするとこの剣の見た目のギャラクシーソードができます。見た目が好きな武器は残しておくのもいいですね。最後は骨の破片です。骨の破片はスケルトンからゲットできるアイテムで、ジンジャーアイランドの解放まで進んでいるとさらにたくさん手に入ります。こんなにたくさんの骨どうやって使うねんと思うかもしれませんが、意外と使い道があります。まずは黒い掲示板。掲示板はこんな感じで、魚のいる池に何を飼っているのか、チェストに何が入っているのかを分かりやすく表示してくれます。他にもクリスタルチェアに入れると4種類の肥料をランダムで作ってくれます。木の肥料とかぐんぐんのビールはかなり使うので、骨をそのまま持っておくよりも役に立ちます。クリスタルチェアのレシピを手に入れるのがちょっと大変なんですけどね。ということで、意外と使えるアイテム8点は以上になります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。この動画が役に立ったって方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。